いつもはジグサビキっていうとこれじゃなくこのサビキを使っていたんだけど、こっちよりこっちのピンクのサビキの方がね、よく釣れるような気がするんだよね。で、このジグサビキ用のサビキではね、まだ俺魚釣ったことがありません。なので今回はこっちのね、ちょっと針が大きいジグサビキ用のサビキを使って釣りをしたいと思います。比べるとこっちのサビキは針が3個でこっちは2個、フックサイズもちょっと大きいし糸も太めだ。つまり大物サイズに合わせた作りだね。後日談になりますが、後で見に行ったら6号の針まで売ってましたね。なのでやや小さめの針もあるということになりますね。まあ今回はちょっと大きめの針になります。というわけで海にやってきました。早速ジグサビキを投げてみます。今時期はね、青物が回遊していると思うので、ひょっとしたらね、大物がかかるかもしれない。何か来ましたよ。手前のあたりで食ってきましたね。お、カマスが釣れました。なるほど、最近はねよくカマスが釣れるんですけど、今回も回遊しているようですね。おっと来ました。お、またカマスだ。あっとオートリリースしてしまいました。いや、塩焼きにしようと思っていたが、運のいいやつだ。手前まで来るとカマスに当たるようですね。とりあえずまだ釣ったことがなかったこのジグサビキで釣れたんでね、嬉しいです。このフックサイズだとチビアジとかはかかんないよね。なのでイナダとかね、大きめのアジに向いてるよね。うん、来てもいいよ。また手前でヒット。なんかすっげー軽い。あー、ウマヅラですね。ウマヅラハギのちびっこですね。すれがかりですね。投げても手前の方でヒットしますね。おお、今度はカマスでした。前にジグサビキにブレードをつけてやったんだけど、その時もカマスが釣れました。まあその時と同じように足元に魚が多いですね。ちょっと足元を狙って、うわ、根がかりしました。気を取り直して、お、今度は何かな。フグでした。竿を上下に動かして下に下げた時のフリーホールでメタルジグが、おっと、あー乗らなかった。下に下げた時のメタルジグの動きに反応するみたいですね。今度は、あ、カマスだ。この後はゴミの2連ちゃん。投げても来ないですね。遠くに、やっぱやめて手前のカマス狙いに変えます。まあカマスが釣れるんだったらカマスを狙います。で、そろそろ帰宅時間なんで、もう少しカマスが欲しいところ。あと 2,3 匹かな。来ました。多分カマス。よし、カマスです。塩焼きにしてあげるからね。おっと来ました。よし、カマスゲット。もう一匹だね、ラスト一匹。おーし、来ました。お前か。フグでした。おいしいところを持ってくね。今度こそラスト一匹。次はフグでも帰る。来ました。おっしゃ、カマスだ。
さあ帰ろ帰ろ。今回はジグサビキ用のサビキで釣りをしてみました。ぶん投げて遠くに投げての大型アジア、アオモノ、イナダなどはね来なかったんだけど、それは今回はってことで、まあいつかこれでね大物ゲットしたいと思います。みんなもやってみて。ではまた。